今朝は兵庫県担当庁の東光寺元住職東井義雄さんのお話、子どもの心が育つ時をお聞きいただきます。東井さんは長年小学校中学校の校長として教育界で業績を上げられた方で、聞き手は金光俊夫さんです。今日は子どもの心が育つ時というテーマで、兵庫県で40年間小中学校の先生をなさいまして、その後女子短期大学で11年間教育の仕事をなさっていらっしゃいます東井義雄先生においでいただいております。で、子どもたちの心がどういう時に育つかということを具体的な例を伺いながらお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、先生、長い間のその教育のご体験の中から、教育という問題で一番大事なことはどういうことだとお考えでございましょうか。そのことにつきまして、ある県の中学校の校長先生から、あなたが今の教育で一番問題だと思っていることを中学生に話してやってほしいという依頼を受けまして、お世話になりました。で、どんな題にしますかとおっしゃるもんですから、バカにはなるまいという題にしてくださいとお願いしました。まあ、その時のに尋ねてみますと、生徒の皆さんはお勉強のできない人がバカだと考えているのが大部分のようでしたが、私は申しました。この兵庫県の姫井の中学3年生が学校の帰り、当選をした保育園の子供に腹を立てて刺し殺した事件が起きました。聞いてみると、一度家へ帰って刃物を取ってきてやってるんです。それだけの時間があるのに、なぜやめとけとブレーキをかけなかったのか、なぜやめとけとハンドルの切り替えができなかったのか、自分で自分をコントロールする力が欠けている、これはいくら勉強ができてもバカというべきではないか、そんなことを申しまして、ところが姫井の事件があって間もなく、私のところは田島なんですが、田島のある町の18歳の少年が3年前までお世話になった中学校を訪ねて、中学校の先生を刺し殺した事件が起きました。中学3年の時先生に叱られたこの恨み、いつか晴らすぞと3年間狙っていたというんですが、殺された先生も気の毒ですけど、殺した少年も怖いそうです。少年の人生これから始まっているんです。これから始まる人生、就職するにしても結婚するにしても、きっと出てくるのはあれは先生殺しだろうということでございましょう。これはお父さんもお母さんもいくら変わってやりたくても変わってやることができません。ただ一度の自分の人生を自分で粗末にする、これをバカという、どうか皆さんバカにはならないようにしてくださいよというお願いをして帰ったんですが、ところがあそこの中学校の生徒さんから手紙が届きまして、100円切手が貼ってありましたが、読んでみますと3年生の女の子で、私は今まで15回家出をしました。お父さんがうるさくて、自分の好きなように生きてどこありんか勝手じゃないか、飛び出してみると同じような仲間がたくさんいて、一緒に死んなすったりセックスの遊びやったり、面白くてしょうがない、釣り戻される、また飛び出す、15回家出をしたんですが、先生の話聞いてるうちに、ただ一度の自分の人生を自分で粗末にして祝っていた、恥ずかしくてなりませんという手紙です。結局本当の馬鹿は自分の欲望や衝動にぐっとブレーキをかけたり、やめておけとハンドルの切り替えをなったり、これが今欠けているということが一番の問題点じゃないでしょうか。人間の成長は、赤ん坊が幼稚園に行くようになった、小学校に上がった、中学校に上がったというだけでは成長とは言えません。人間成長の物差しは、欲望や衝動に対してぐっと我慢することができる、考え直しをすることができる、欲望や衝動をコントロールする、自分で自分を律していく自立の力がどれだけ育ったかということが人間成長の物差しだということを、今親御さんたちも考え直していただかなきゃならん時代に来ているんじゃないか、そんなふうに思うわけです。人間がだんだん
小さくなって、子供たちもあの体は大きくなったわけですけども、考え方がもう極端にケチになり小さくなって、そんなに叱るんだったら高校入試落ちてやるぞとか、カレーライス作ってくれないと夕飯食べてやらないぞとか、高校進学も食事も自分の問題であるなら、それが人ごとになってしまうような、そういう小ささっていうのが今の子どもたちの一つの問題点ではないかと思いますね。これはそういう非常にその、こう自分が本当は食べたいんだ、自分は学校へ行って勉強したいんだという、本来誰でもすぐ気がつくようなことに気がつかないということは、そういうものを気づかなくさせている周囲の条件みたいなものもあるわけでございましょうか。そうですね。私あの今の時代の豊かさっていうのはなんか冷たさを感じるわけですが、ところがあのもっと日本が貧しかった時代、貧しいけれどもなんか温かいものがあった、それが子どもの成長のためには大切で、今もの豊かさの中にやはりそういう温かいものを取り戻すことが必要ではないかと思うんですが、そういうことであの思い出します子どもの、あの作文がございます。農村の2年生の女の子の作文ですが、今日もお母ちゃんは畑だろうなと思いながら学校から帰ってくると、やっぱりうちの大戸が閉まっていました。入口の戸が閉まっているということはお母さんが留守だという知らせです。私はつまらないなと思って大戸をよいしょと開きました。お母さんが留守だと思うとお年寄りのようによいしょと掛け声をかけないと戸が開かないわけです。戸を開けた私はびっくりしました。庭中いっぱいに何か書いてあります。よく見るとそれは消し墨で書いたお母さんの顔です。顔のところのそばにおかえり焼き山の旗にいるよと書いてありました。私は消し墨で書いたお母さんが待っていてくれたので寂しくないと思いました。私はカバンを下ろしてから消し墨を一個持ってきました。そしてお母さんの顔のところのそばに小さい私を描きました。リボンをつけた私にしました。そしてお母さんの方に手を伸ばして肩叩きをしているところにしました。母ちゃん肩叩いてあげるよと描きました。反対側に明日も待っててねと書きました。すっかり書き終わったので手を洗っておやつを食べてから、私はお母さんの顔のところのそばで夕方まで一本踏みをして遊びました。誰もいないお家に帰ったんですが、ちゃんとお母さんの愛情の中に生きてる、こういうあの豊かさっていう、あったかさっていうのが貧しいけれどもありますね。伺ってますと昔も鍵っ子というのがあったんだなということをあの思ったんですが、それと同時に消し墨一つでそのお母さんと子供の心の交流ができているということですね。子供が帰ってくるときにどんなことを考えたら帰ってくるか、ちゃんとお母さんは子供の心が見えてるわけですね。そういう中で本当のお母さんの心はありがたいなと思ったりする、この豊かさ、本当の豊かさが育ってくるのじゃないかと思うんですが、今はなんかそういうものに欠けた面がありはしないかと思いますね。そういうそのお子さんの場合だと、例えばお母さんが帰ってその晩のご飯を作った時にカレーライスでないと食べてやらんぞというような言葉は決して出てこないだろうと思いますですね。ところがあのそういうあの点をどう育てるかということに目が向かないで、どうしても今の親御さんたちも先生だって怠けているわけじゃないんですが、一生懸命さっていうのがちょっとあの狂ってるんじゃないかと思うんですが、あのそのことで5年生のこの日記が面白いのがあります。僕のお母さんの叱り方は大変面白い叱り方です。僕には一言も物を言わせないでペラペラペラと20分間ぐらい続けて説教します。まるでビルマの盾事という映画で見た機関銃のようです。僕はその間よく聞いているような格好をしております。あまり聞いていないらしいです。お母さんは叱ってしまうといつでも分かったかと言います。僕は何も分かりませんが、はいということにします。先生、今日の日記のことはお母さんに話さないようにしてください。お母さん一生懸命なんですが、子供の育ちにはやはり響いております。
こういう一生懸命さが随分増えてきて、本当にあの子供のやるぞという頃に触れる、そんなものがなんか欠けている面があるんじゃないかと思いますね。まあ、しかしそれを伺うと、その必ずしもその子のお母さんだけじゃなくて、いろんなところでそういう機関銃的なことが行われているような気がしますですね。その日記で私もあの反省したんですが、作り変えました。僕らの先生の教え方は大変面白い教え方です。僕らには一言も物を言わせないで、ペラペラペラと45分続けておしゃべりします。まるでビルマの盾事と映画で見た機関銃のようです。僕らはその間よく聞いているような格好をしております。先生は教えてしまうとはいつも分かったかと言います。僕らは何も分かりませんが、はいということにしています。お母さん、今日の日記のことは先生に話さないでください。どうして案外ピタッと当てはまってるような授業を私自身やってきたんだなと恥ずかしく思ったわけですが、なんかそのあたりに本当にあの子供の心に触れていくところが見失われた一生懸命さというのが今あるんじゃないかと思いますね。確かにこう一生懸命でありながら、本当の相手の気持ち、相手の考えていることなんかが見えないところで、自分がこうだろうと思うところでやってる、はい、ということなんでございましょうね。というのがあの子供の表面の行動を見ていると、腹が立ったり尺に触ってならなかったりするわけですが、今の騒がれている中学校の、 あの校内暴力の問題なんかだって、あのやってる表面のことに目を奪われて、そのもう一つ向こうに本当の子供がいるということを忘れてるところから、あれがどうにもならなくなってきてるというのがあるんじゃないかと思うんですが、はい、そういうことで あのある暴力中学生の詩がございます。学校へ行きたい、学校へ来るなと言われても俺は行く、たとえ授業は分からなくても俺は聞く、当番はやらないし机はぶっ壊す、ごろつくでのけものだけど、俺は朝起きると登校するために顔洗い、教科書とノートをカバンに押し込み、5分で飯を送って門まで突っ走る。なぜかわからないけど朝の俺の仕事はそうに決まってる。それなのに先生は、遊びに来るやつは家へ帰って寝てるなんて言う。学校へなんか来るなと俺をぶった。畜生、俺はガラスはやるしチョークは投げるし、ごろつくでのけものだけど、俺はいつも先生の話すのを聞いてるぜ。それはちっともわかんないけど、俺は真面目なんだ。それなのに先生は俺をぶった。先生、先生、先生、劣等生だよ。分厚い参考書も買えないんだよ。俺が悪かったよ。謝るよ。だから学校へ来てもいいだろう。みんなと話したいんだよ。教室のストーブのあったかさを食べたいんだよ。この詩の途中で畜生、私は遊びに来るやつは家へ帰って寝てろ、学校へなんか来るなと俺を打った先生に対する畜生だと読んだんですが、読んでいくうちにどうもそうやないらしいと。何とかしていい子になりたいのに、俺は一体どうやったらいい子になるんだ分からへんねんか、どうやったら勉強の分かる子になるんだ分からへんねんか、その叫びがチョークを投げたりガラスを壊したりする行動になってくれないか。ところがその行動だけ見てると腹が立つわけですが、そのもう一つ向こうにどうしていいかわからない子供の叫び、これがあることに気がついてみますと、この畜生だって先生に対する畜生ではなくて、どうしていいかわからない自分に自身に対する畜生という叫びなんだなと頷けてきました。そのつもりで読み返してみますと、初めから締めまでうんそうかそうかとみんな頷けてくるんですね。なんか表面のことにごまかされて、そのもう一つ向こうにある子供のつぶやき、これが聞けなくなってる、そのもう一つ向こうにある子供が見えなくなってるということが今のやはり私たちの問題点じゃないか、そんな思いがしますね。そうですね、その子供だけではなくて、いろんな場合にいろんな人の気持ち、本当の気持ちがわからないで表面の行動だけで判断するという癖は私なんかの中にも随分あるような気がいたしますですね。あの自閉症の子がいまして、学校へ来るのが嫌で人が恐ろしくて、元気出せ元気出せからみんな言うわけですが、ますますダメになる。ところがその子が6年になりました時、一番若い先生が担任してくれたんですが、君気が弱いということはつまらんことでなくて素晴らしいことだろう、
叱らぬやつはみんな自分のことばかり考えて人の気持ちを考えるやつがなくなってしまったのだ。お前は自分のことよりもパーッと人の気持ちを先に考えるのか。これはお前が鋭いということだ。どうかそのお前の気の弱さ大将、そういうわけでそんからパッと夢から覚めたように生き生きしながら学校にやってくるようになりましたね。今あの大学でお医者さんの勉強を一生懸命やってますが、表面見てるのが見えてるところは問題点みたいですが、問題点その向こうの向こうにそういう子しか持たない、そういう子の値打ちが光ってるということなんですね。だからその子自身の問題よりもその問題児と言われるような子どもさんの場合もですね、むしろそれを見守っているこちらの大人の方の目の方に問題がある場合が多いわけでございますね。あの正樹ちゃんというやんちゃ者がいました。1年生2年生の頃から女の子の便所の動きがある。授業中歩き回って自分の席について勉強できない。お掃除なんかしなさいと言えば言うほど意地になってしない。末恐ろしいやんちゃのという評判の子だったんですが、その子が3年生になりました時、井上先生というのが担任していました。井上先生は人間にはくずはない、みんなどっかにその子しか持たんその子の光を持っているということを信じきっている教師でしたが、最初の日評判のやんちゃのやんちゃぶりを見ながら、わしの子供の自分とよう似とるなおったそうです。うちの3年生の息子とよう似とるなおったそうです。手に負えない子供としてではなくて懐かしいものとして見てるから、それがちゃんとその日についてるんですよ。子供は敏感です。この人を味方があっていいか、感じ分ける感覚鋭いです。ことにいろんな人からいじめられてきたやつほど敏感です。まさきちゃんも最初の日、この先生違うぞ、ちゃんと見抜いてようです。明日から勉強する教室きれいにして帰るよ先生、ほんなら雑巾貸したよ。いっぺんも掃除したことないのが雑巾貸してという先生喜んでしまいました。お前掃除する気持ちがあるのかい、偉いやないかい。嬉しくてならんもんですから手紙書きました。まさきちゃん見どころありますよ、雑巾貸してるなんて言うてくれるんですよ、きっといい子になれてかかってんですよ。お母さん感激しました。手に負えない子供だ、女の子の便所の動きやろ、掃除しない、そんな文句は毎日みたいに知らせてもらいましたが、見どころがあると知らせてもらったのが初めてです。感激して早速雑巾塗ってやってくれました。あくる日、先生もう胸雑巾借りてくれて、お母ちゃん塗ってくれた。開きましたらまさきちゃんがびっくりしました。開いた雑巾に頑張れしっかりしっかりと太い刺繍がしたんです。先生僕の雑巾こんながついてる、お前素晴らしい雑巾持ってねえかい、そんな素晴らしい雑巾早う校長先生見てもらってこい。井上先生うまいわけです。私みたいなろくでもない校長でも校長に励ましてもらうとご利益が違う、ちゃんと知ってるんですよ。ところがやんちゃものくせに一人でよう校長して出てきません。毎晩日本海ぐらいは寝上演奏ってなやんちゃものをざるっと引き入れて雑巾混乱してやってきました。嬉しゅうてしょうがない、お前素晴らしい雑巾持ってないかい、そんな雑巾何万円出したって借りるの、そんな雑巾塗ってくれるお母ちゃん、ええお母ちゃんな、そんなお母ちゃんもとてこんなるなかわいい。やんちゃもに取り巻かれて雑巾開いているのを写真に写してあったんですが、写真が出来上がって持ち帰った頃から自分の席について勉強し合いました。お掃除頑張り合いました。間もなく5月に入って子供の日の記念行に校内運動会やりました。お客さんに来てもらう運動会、背は高いんですけど走るのが遅いもんですから、走らんならん時には頭が痛い足が痛い、1年の時は一遍は走ったことがないとか井上先生よーいやろうとしたら並んどんです。嬉しゅうて言わない、ドンとやったら走ったそうですが、ビリから2番飛んでいって、お前やるやないかい、今日の1枚お前のが寝打ちやぞ、肩叩いて励ましてくれたんです。この励ましいいなと思うんですが、走る速さによって1番2番3番とありますが、あれは速さの違いで頑張りの寝打ちの違いであります。本当はビリっ子頑張るなって大変なことなんですね。今日の1番お前のが寝打ちやぞ、励ましてくれた。その朝まさきちゃん家出るとき、お母ちゃん僕今日走るけど見に来るなよ、見に来たらあかんぞ、ビリックやな、見に来るなよ、何べも何べも言うて家出たそうですが、4月以来の頑張りをもとお母さんじっとしていません。洗濯も何もほっといてこっそり見に来てた。走ってくれたのも嬉しかったけど、ビリから2番の肩抱いてお前やれねえかい、今日の1番やる前のが寝落ちやぞ、
励ましてくれる先生の姿を見るとき、なんという素晴らしい先生に巡り合うことができたんだろうか。運動場の大山木の木の下で泣いてしまったと言います。やんちゃ者は、やんちゃ者しかもたにやんちゃ者の値打ちをやっぱり持ってるんですね。それをどんなふうに親御さんと先生とか手を組んで大変してやるか、そんなところが今欠けているです。成績の良し悪しだけで人間の値打ちが決められてしまう、そんなところに今の教育の問題点があるんじゃないかと思いますね。みんな本当はいい子になりたがってる、伸びたがってる、太いたがってるのはくじゃきだけではないんだということを改めて信じ直したいと思いますね。で、普通そういう乱暴な子の場合だと、乱暴しちゃダメですよとか、いじめちゃダメですよとか、あるいは先ほどのその自閉的なお子さんの場合だと元気を出しなさいとか、まあ、そういうことは誰でも口をかけるんですけれども、はい、もう一つ気持ちのその子どもの心の奥に通じるような、そこまではなかなかできないということでございますね。そうするとやっぱりその単なる言葉だけというよりも、もうちょっとその人間同士の気持ちが通じるということは、もう一つ奥のところで通じないとことがうまくいかないということなんでございますよね。そうですね。褒めたり叱ったりというそんなテクニックの問題ではなくて、大人の生き様の中に本当の子供への愛情というのがあれば、それはちゃんと通じていくと思うんですが、でそれが例えばお母さんの涙になってあられる、神戸の小学校3年生の女の子の詩をちょっと聞いていただきたいと思うんですが、先生怒らんとって、先生怒らんとってね、私ものすごい悪いことした、私お店屋さんのチューインガム取ってしもてん、1年生の子と2人でチューインガム取ってしもてん、すぐ見つかってしもた、きっと神さんがおばさんに知らしたんや、私物も言われへん、体がおもちゃみたいにカタカタ震えるね、私が1年生の子に取り言うてん、1年生の子があんたも取り言うたけど、私が見つかったら嫌やから嫌や言うた、1年生の子が取った、でも私が悪い、その子の100倍も1000倍も悪い、悪い悪い悪い、私が悪い、お母ちゃんに見つからへんと思ったのにやっぱりすぐ見つかった、あんな怖いお母ちゃんの顔見たことない、死ぬくらい叩かれて、こんな子うちの子と違う、出て行き、お母ちゃんは泣きながらそんな言うね、私一人で出て行って、いつでも行く公園に行ったらよその国へ行ってみたいな気がした、先生どっか行ってしまおうと思った、でもなんぼ歩いてもどこへも行くところあらへん、なんぼ考えても足ばっかり増えて何にも考えられへん、遅うに家へ帰って魚みたいにお母ちゃんに謝ってん、けどお母ちゃんは私の顔見て泣いてばっかり言う、私はどうしてあんな悪いことしたんやろ、もう2日も経ってるのにお母ちゃんはまだ寂しそうに泣いてる、先生どないしょ、題はチューインガム一つです、問題はただ一個のチューインガムですが、2日経ってもまだ寂しそうに泣いていらっしゃるお母さんの悲しみの深さに出会ったこの子は二度と再び過ちを繰り返すことはないでしょう。褒め方は叱り方ではなくて、子供の何をこそお母さんお父さんの胸の痛みとして悲しんでいくか、この大人の生き様の問題だと思うんですね。その子の場合はそのお母さんの胸の痛みがこう通じることによって、そういうことがもう二度としないだろうという気持ちになると思うんですが、これはもう一つ立場を変えて別の場合ですね、例えば子供が本当に喜んでる時に大人もそれと一緒に喜んでやれると、これまた気持ちが通じるんでしょうけどね。これがまた難しいことみたいでございまして、私の最後の学校の5年生の子がある日算数で98点もらいました。お母さんに喜んでもらおうと思って飛んで帰りました。お母ちゃん算数98点もらったで、飛んで帰ってみましたら、お前はああって言うんだから、こんな簡単なとこ間違っとる、なんで100点とら腹が立って腹が立って、いっぺんお母さんやり込めたら思って、その次100点もらいました。今日お子さんと飛んで帰って、お母ちゃん今日は100点やで見せましたら、今日は問題が安くて他の人もみんな100点やってる、腹が立って腹が立って、僕は紙にローマ字でバカバカと書いて壁に貼り付けました、お母ちゃんはローマ字が読めないからです100点取っても喜んでくれない、その子の気持ちよくわかりますね
4年生の女の子が通信簿を見せる穴を書いてました。お母ちゃんほら通信簿をもらってきた、言って渡すと、お母ちゃんは黙って見ていられました。褒めてもらえるかと思って待ってるのに、先生が良かったんでしょう。何も言われません。お母ちゃん早く何とか言うて、言うとお母ちゃんは大したことはない、こんな言葉しか出てこないわけですね。5年生の男の子ですが、通信簿をもらってみたら4が2つもついていた。大急ぎで家に帰ってみると、この2つの4が見せたかったわけでしょう。お父ちゃんは庭先で牛の背中を描いていた。田島牛の産地ですから、お父ちゃんこれ見に通信簿もらったでと言うと、お父ちゃんは牛の背中を描きながら、あっち置いとけ、後で見ると言った。我が子より牛の背中の方が大らしい。僕はつまらんのでふーんと言って家の中へ入っていた。夕飯の時、お父ちゃんのお膳の上へ置いてた。このお父さんでもお膳の上に置いてたら、お前4が2つもあれねえか言うてくれるかと期待してる子供の頃いるらしいと思いますが、お父ちゃんは見てたら、なんじゃ3が4つもあるじゃないか、4のは見えない、結局喜びが見えないんですね。はいはい、子供のことを思う期待が大きいということからではあるんでしょうけども、もう少しあの喜びを大にしたいと思うんですが、だから私の学校の先生方には、子供の答案に罰をつけるときには罰は小さく、丸は目の割りしてる、める大きいやつをあの書いてくれよといつも頼んでたんですが、4年生の女の子は、あの男の子ですが、お父ちゃんこれ見てると通信簿を見せると、うん、なかなか頑張ってる、お父ちゃんの4年の時より上等じゃって言ってくださった。僕は嬉しくなって、これから毎日勉強を頑張るぞと決心しましたっていうのを書いておりましたが、わずかな喜びのことが、お父ちゃんの4年の時より上等じゃ言っても、お父さんの熱は少しも下がっていないわけですね。もっとあの喜びのことをお題にいうことを期待したいわけですね。そうですね、あのこういろんな職業の方のお話伺ってましてですね、小学校とか中学校でこう先生とか、あるいはあのどなたかに褒められた、その褒められた嬉しさで、よし自分はこれをやっていこうと、はい、そういう気持ちになったという例は非常に多いように伺いますですね。先生のあの昔いらした学校で、なんか、ね、はい、猫の好きな子供さんのあのお話ございますですね。はいはい、あの先生が家庭訪問してみたら猫が13匹もいた、はい、その子供が問題の子供でございまして、その13匹の猫を見たと、ああこの子も救われたがってるんだと感じたと言います。と言いますのが、そのお父さんお母さん付き合って簡単にくっつきまして、子供を産んでまた簡単に離婚して、お母さんの胸に抱かれておっぱいもらっていないわけです。そのイライラがみんなをいじめる暴力になってあります。ようやく学校に行くようになったら、先生方から嫌われ憎まれ困られ、人間を信じることができなくなったその子が猫に救いを求めてしまうということを、あの見てくれた先生がいるわけですが、やはりそのなんかそのもう一つ向こうにあの本当の子供がいるという、そのことが分かる目玉というのがございました。でその子供がそれを分かってもらうことによって立ち直りまして、そして他の子供たちが、今まであの仲間が僕らをいじめると思ったら、僕らがあれを嫌うことによって、あのあれをあんな乱暴せずに折れなくしていたんだというのは、あの目覚めるあの実践をやってくれた先生がいましたが、その子がいてくれたおかげで他の子まであの目を覚ましていく、こういうあの子と集団の関係というのが今改めて問い直される必要があるなと思いますね。まあ、そういうその問題児と言われている子ども、これはまあどこの学校でも、あるいはあの大場に言うといない学校はないんじゃないかと思いますが、はい、むしろそういう問題のある子どもさんがいてくれたから、こういう結果になれたというところまでいくと、本当に素晴らしいことでございますね。はいはい、この子さえいてくれなければと考えている間はまだどうにもならない。この子さえいてくれなければと思っていた子供が、この子がいてくれたおかげで
こんなことに目覚めさせてもらった、他の子供たちがこんなふうに目覚めてくれたという、その一人がの生き様がみんなを生かすような、生かし合う集団、ダメにし合う集団ではなくて、問題の子供がいてくれたおかげでみんながこんなことに目覚めることができた、先生自身が、また親御さん自身が、この子がいてくれたおかげでこんな大事なことに目覚めさせてもらったというような、そういうあの関係が欲しいですね。まあ、今のは人間同士の話でございますけれども、はい、これはこの世の中に生きているのは人間だけではなくて、いろんな生物、生き物、あるいは植物もあるわけですが、そういう人間と同じように生かされているものの命に気がつくことによって、また違ったあの自分たちの生きているということに対する目も開けるという場合もあるんじゃないかと思いますが、そうですね、あの愛知県の女子大生の方から手紙をいただきまして、読んでみますと、意地悪の友達がいてしつこく意地悪されるので自殺を考えるようになった、どんな方法で死のうか、いつやろうかと考えており、たまたまテレビで遠い先生を見て、この方に相談してから結婚しようと考えた、中和の手紙もらいまして、私びっくりしてしまいました。生きてるということの素晴らしさをどうかこの女子大生の方も目が覚めていてくれないんだなと思って知らした作文があるんですが、さっき申しました井上先生というのが5年生を担任するためにいつも嫌なのが、理科で魚の体を勉強するとき船の介護をさせます。それでなくても命の尊さの感覚をダメにしがちなのに、この船の解剖によってますます命の感覚をダメにするのではないかと思うと、たまらなくなって、もう4月の初めから消しゴムにも命があるんだぞ、ノートにも命があるんだぞ、鉛筆も命があるんだぞ、というようなことを重ねてきまして、というところがいよいよ明日その船の解剖の勉強です。明日は船の解剖の勉強する、半に一匹ずつ船を持ってきてくれ、これはわっと感性を上げました。4月から一生懸命にやってきたのにやっぱりダメだとか、がっかりしたと言いますが、やはり積み上げた願いは生きていたんです。子供たちが船の解剖をしました時、心臓を取って、腸を取っても胃を取っても浮き袋を取ってもまだ心臓がビクビク動いてる、一生懸命に生きようとしてる僕の体の中にもこんな仕組みになってんだろうか、人間の中には簡単に自殺するものがあるが、こんな風に最後の最後まで生かそうとしている働きがあるんだというのことを、感動的に書いた男の子があるかと思いますと、ある女の子が胃をとっても腸をとってもまだ心臓がドキドキ動き続けて、これはきっとたくさんの船の赤ちゃんたち、たくさんの卵ができた赤ちゃんたちの命が気にかかって、このお母さんはこうやって胃を取られても浮き袋を取られても生きようとし続けているのではないか、そんなことを考えるとどうにも胸が収まらなくなったことを書いているんですが、いくら勉強のためといえ今日はむごいことをしてしまいました。船の腹を切り腸や肝臓を取っても卵巣を取っても心臓がピクピク動き続けていました。卵巣の中にはたくさん卵が詰まっていました。私たちは船の命ばかりか、これから生まれてくる船のたくさんの赤ちゃんたちの命までも奪ってしまったのです。お母さん船が肝臓を取られても腸を取られても生きようとし続けていたのはきっとたくさんの赤ちゃんの命が心配だったからではないでしょうか。ごめんなさいお母さん船、ごめんなさい赤ちゃん船、いくら詫びても詫びても一度失われた命は返ってこない、でも私はやっぱり詫びずにはおられません。こんな子供たちの感動を手紙に書きました。自殺を考えているあなたの胸の中で心臓がドキドキ、どうかしっかり生きるんですよと呼びかけているように聞こえませんか。自殺を考えているあなたのために夜も昼も呼吸が働きづめに死んではならんと
働き詰めに働いていることはあんたはどう受け止めますかというようなことを一生懸命に手紙を出して、あの手紙に書きまして速達で出しましたら、ありがたいことに生きているということがこんな素晴らしいことか今まで知りませんでした。あの意地悪の友達がいてくれなかったらこんな素晴らしいことに目覚めずに終わるところだったのに、今ではあの友達のおかげでと友達が拝みたくなりますという返事くれて嬉しかったんですが、やっぱり生きているというのは素晴らしさが分かるということですね。その女子大生の方のように、あの意地悪な友達がいてくれたおかげで、はい、というところまで行けると本当に新しい、それまでと違った世界に踏み込むことができたということでございましょうね。まあ、しかしなかなかその意地悪ななんとかというのは目障りで困るというのがまあ普通の日常じゃないかと思いますが、これあのそれとはちょっと違うことになるんですが、例えばあの学校でですね、あの授業が全くわからないのに1時間ずっと座ってるというのは私は本当に難行苦行だと思いましてね。最近のあの機関銃のような授業ですと、子供は実際たまらないだろうと思いますね。本当にそれが分かると、これはこれで誠にこの授業へ頑張って張り切っていきたいという気持ちになるんでしょうけれども、はい、そういう授業があの本当に分かるように、分かる楽しさみたいなのが、はい、分かってくると、これまたこうあの新しい世界にいつもいつもこう導かれていくということができるんだと思うんですが、はい、さっき申し上げたあの井上和正が3年を担任してますときに、3年の理科に空気の圧縮なんかを教えるところがあるんですが、神田は鉄砲内藤か先生は、子供はおそらく鉄砲の中の空気が圧縮されて弾が飛び出すという考えと、後弾が前弾に当たって飛び出すという考えに分かれるだろう。この2つをぶつかしては目に見えない空気だけども存分に3年生の子も目を光らせて勉強すると思うと、早うやってみたくでしょうない、うずうずしていた。待望の時間が来ました。神田鉄砲内藤か先生、こんなん分かっとるやないか、中に空気があって押し棒で押すと空気が沈んで弾が取り出すんや、空気がバネの働きするやん、教えないこと知ってるわけです。よし、こんなところいい気になったらコッパみじんやっつけたのと、先生は違うと思う、後どんが前玉にコツンと当たって飛び出せんと、先生そんなようなことないで、中に空気があってな、空気が悪いけど覗いてみても何も見えるよ、面でもあるやな、面のにあることが何で分かる、情けない先生な、空気は目に見えんやな。ほんなら先生、2年生の理科であの風船習ったでしょ、あれ何の力で膨らんだと思うんですか。風船を船にくっつけて船走ったりでしょ、何の力で船が走ったと思うんですか。そんな難しいことわからない、ようそんなことで先生務まったなということで飽きたってます。でも見えるまい、じゃあ先生見えたら納得しますか。おお、見えたら納得しちゃう。どうやって先生に空気を見せるか、子供たち一生懸命です。結局水の中に鉄砲を突っ込んで泡を上げて、これが空気や、先生見えろ、それが空気やと何でわかるんや。しぶとい先生のこの泡が空気やな、それが空気やと何でわかる。そのまま捕まえてみせてくれたら納得がいいかもからない、よし捕まえてみたら、小学校も高学年になりましたら酸素の実験で水中時間を覚えるんですが、3年生はまだそこまで行ってません。考えつくんです。試験管に水いっぱい入れて逆さまに伏せて、先生見とるよ、泡が入ってきろ、だんだん水が減ってきろ、これ水と泡と入れ替えるよ、見とるよ、とうとう試験管の中に取り出します。これが鉄砲になった空気や、先生見えたか。うん、見えた。ほんなら納得したか。空気があることは納得したけど、それと弾が飛び出すこととどんな関係があるんや。しぶとい先生な、それが圧縮されるんなら足ざんの入れそうなこと言うな。圧縮は分からんですか。圧縮とは縮むことです。それも分からんですか。縮むけど見えるんや、見えんでも縮むやな、見えんのに縮むことが何で分かる。先生ほんなこと言うとらんと、鉄砲の先を押さえとって押し棒で押してみな、や手応えがするやろう。うん、手応えがするような気がするな、それちんだよ、読めるよ。ほんなら先生、見えたら納得するんですか。おお、見えたら納得したろう。今度は空気の圧縮を見せる立場に追い詰められたんです。やんちゃものがもうこれで降参かと思ってましたら、保健室に入りまして注射器から来ました。針の先に消しゴムつけて、先生この注射器の中にタバコの毛入れてみ、授業中にタバコ吸うてはええんか。普段はええけんけど今はこらえてくるっちゅうので注射器にタバコの毛入れさせました。
先生、弱めとるよ、ピストン押すで、色が濃いなってる、これチンだで、緩めるで、ほら、色薄くなってる、これ空気伸びたね、本当に空気チンだり伸びたりするよ、先生、見えたかってわけで、3年生のやんちものが外貨を上げてるんですよ。その学級のお母さんのお手紙に、近頃子供が朝行ってまいりますの月に、今日も頑張ってくるぜということを付け加えるようになりました。いう手紙をくれていました。結局、今中学校で騒いでる子供たちも授業が面白くないということではないかと思いますね。行ってまいりますの時に今日も頑張ってくるぜ。そんなことがおのずからにじみ出てくるような真剣勝負の授業の中で、決してこの真剣勝負、まあ、その井上先生の場合も子供をぐんぐんいじめてるわけですが、しかし子供はいじめられて見事にそれを跳ね返しています。その中で学ぶ喜び、真理に迫っていく喜びっていうのを育てられてるわけですね。なんか知識の切れ端が台になって、学ぶ喜び、真理に迫っていく喜び、そんなものを失っているのが今の子供たちじゃないかっていう思いがしますね。今のお話伺ってますと、その、まあ、先生が確かに子どもたちをいじめてるんですけれども、子どもの方はむしろ先生にどうやって納得させようかっていうか、もういわばその自分立場ではなくて、する立場に立ってるところに、あの授業の値打ちがあるわけですね。受け身の授業じゃなくて、自分が積極的にどうしようかどうやろうかということになってますね。だから同じ状況でもそれをどう処理するか、どういうふうな立場でどう動くかということによってガラッと変わってくるということになるわけですね。そうすると、あの感動的な毎日が育ってくるわけで、このためにはやっぱり先生自身ももう少し感動を大にしなきゃならんと思うんですが、これはどうしてもなんかあの機械的な機関銃で収集する毎日が、子ども自身を生きる喜び、問題に乗り越える喜びというのが育てられないでいるし、なんか知識の切れ端を頭にくっつける機関銃授業というのは、大体あの知識をくっつける授業ですが、それはやはり本当に子どもの丸にはなっていないということなんですね。どうもありがとうございます。子どもの心が育つとき、お話は長年教育界で活躍されました東光寺元住職東井義雄さん、聞き手は金光俊夫さんでした。なお、このお話は以前テレビ心の時代で放送したものをもう一度お聞きいただきました。明日は望郷のお年寄り